答弁言わせてくださいよ。分かってますけど東住吉警察署は非常に苦い思い出があるんです。30年後の自分は何歳かなと。車の中にこんな時に入りたくありません。本当に手で押さえつけるのだけはやめてください。自分の答弁言わせてください。相手方が追ってきたんですよ。30年後ってことを考えたときに静かにしますから、抑えるのはやめてください。本当に分かってます。ちょっと待ってください。電話してますから、歩いていきますから。いいんですか。あのね、イカラビファン、イカラビセクシー、自分から出向させてください。本当に木本さん、